ってみんな思ってるからさ、確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい？頑張れってことだ、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。無気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど、変わってみたくなる。そう、これをきっかけに
美味しそう。サーモンだ。お寿司が。そう、サーモンです。これ
サーモンがお待たせしました、はい、こちら今日2割引きで買ってきました大事、はい、四国の女はね契約ができますので大事ですね、はい、そこもねめっちゃ美味しそう、うん、美味しそう、はい、じゃあめっちゃお願いします。え、どうする？でもじゃあえどういう順番の説明を。確かに、え、でもただのお寿司よね。そう、ただのお寿司の方が3つだけわさびを3つも3つも、そう、え、あの葵ちゃんが2個でいいよねって言ったら、いや、うん、3つもっともっといきましょう。え、そうだよ、そうだよ、ほら信じまーす。本当にね、葵さんも悩んでたので、ポーズしたりとかしたえひめ怖い、マイク、ちょっと、どうなってるんですか。じゃあ勝った人だって。じゃんけんほい。ありがとうございます。
自由権ほれアイコでしょアイコでしょみんなのせいになってますよねやばいやばい負けちゃったえ、どれにしよっかなじゃあじゃあ持っとくかそうですよねごめんお皿持って買ってきたらよかったねあ、うん、え、どれにしよう紙コップとか確かに紙コップあそこあるえ、紙コップじゃむずいつまぶきもつまぶき OK ありがとうじゃあ私はありがとうございますこれを一応あ、紙コップに入れとくちょっとおかしいけど入れようか落としたらあれだもんね気まずいよね確かにねでそれがわさびだった時に直すの気まずいよねありがとうどれにしようかな怖い怖いありがとうございますじゃあ葵ちゃん見てますよだって葵さんが入れたでしょそうだよよくなくないえ、じゃあ一番いいやで、葵ちゃんいいやでゲームやけん、うん、心理戦やけん、もはやじゃあいいよね、葵ちゃんこれとか美味しそうじゃないこっちとかこれにしよう、これちょっと待ってこっち美味しそうじゃないはいわかんないじゃん、わさびに見えたそうじゃないかもしれないしそかもしれないしそのね、しそが着色してね確かにしそですかえ、次誰誰ももちゃんあ、私だ。最後あれ、あれ。あ、箸あげる。あれ、あれ。あ、箸あった。こんな食べ物にこんなに恐怖を覚えたことはないね。ね、本当に。じゃあちょっと。怖い。これにしよう。いただきます。この後歌い話出てきた。シソ食べたいんよね。じゃあシソ付きの音ですか。あ、確かにこれとか。お、いいやね。これはシソ。あ、これはそっちでもいいんじゃないですか。でもこっちの方がなんか。厚みが大きい。そっち美味しそう。いいです。おお、シソいいや。いいですね。イエーイ。怖っ。みんな。ふくちゃん、悪い顔してる。違う。ももちゃん。この子歌わないかけね。そうだね。で、次は次はももちゃんももちゃんはい。いいんやね。好きなやつ。美味しそうなやつ食べな。お魚好きでしょ。いただきます。じゃあ私、はいはい、行かせていただきたいと思います。お、そうそうでかいやつ。いいね、おきちゃん。シソ仲間だね。シソ仲間だね。だね。じゃあこれで。醤油欲しい。やりましたあの人じゃあシソ仲間だよマジうわそっかハズミも成長したないやーよ分かりませんよ分かんないよねただの寿司を取りましたじゃあ、はい、食べよっかはいえちょっと横になるあそうだね分かりにくくない確かにえじゃあうちら最後のね一緒にご飯食べるの最後の晩餐最後のねお寿司嬉しいねね、はい、美味しそうです醤油欲しかった醤油欲しかった確かにえかあ大湯わさびならありますけど大丈夫です大丈夫しときます、はい、全然いただきます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 うんうんえ、葵さん2番目で選んだんですか2番目
あ、選ばせました。まひちゃんは自分で選んだ。しそついてる。しそつきだからね。しそつき選んだらだって明らかもうわさびだったもんね、うん、でもあずみは選ばずに、うん、迷うことなかった。いや違う。さすがだね。どちらも綺麗なサーモンに見えます。そうだよね。結構濁ってたばかり。いや、 風通しがいいね、ほんと。ありがとうございました。うん、ちょっとでも美味しかったね。あおちゃん自分でやったけどね。え、なんかうわ、催眠術であるやん、なんかこれは辛くないようにみたいな。それやったけど目にやった。お水いる人。催眠今の間に、今の間にやった。多分催眠って自分でかけるもんじゃない人にさすやってもらうよね。それ多分の自己感じ。なんか胃にダメージがある。かわいそうね。そう、美味しかった。お魚最高。ね、お魚最高。美味しい。魚天国。これ捨てていいやつ。四国のお寿司は美味しいな。本当に美味しいご飯でした。四国さん食べたから頑張れそう。そうだね。美味しい。いや、こんな公園じゃできないですもんね。普通にみんなで寿司食べに行きたくなったね。確かに。じゃあ行こう、この後。飽きないかも。何時になるか分かんないけどね。そうだね。これオールするかもしれないしね、これね。確かに。マネージャーさんだけ濃かったら大丈夫。じゃあパーティーしようか、後で。しよう、うん。え、マジ？する？え、したい！ガチで踊ります。したいです。マジ？え、でも、え、そっか、全員年上メンバーだから。そうですね。ちょっとマネージャーさんが胃がキリキリするかもしれないけど。マネージャーさんのおごりで。いや、かわいそう。今日お給料出したいよ。かわいそう。はい、マイクと、マイクとメイク。マイクなんだ。やばい、ちょっと鼻かみきました。ダメージ負ってる。ダメージ負ってる。なんか鼻に来てる。鼻かいてます。あー、やばい、マジで。
がポイチェルワンツーワンツー三つ抜かんは良くないけれどスカートひらひら踊りたいハンバーグホールもちゃんと超絶可愛い超大超絶可愛い名前の富士はもう降っていきにゆくでもうパン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 って拍子よろしく私の夢を叶えさせていつの日にか手応え行こうね紅白出場とアイドル最高パン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 手拍子よろしく私の夢を叶えさせていつの日にか猫太鼓で紅白出場ドームツアーパン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 応援よろしくみんなで一緒に盛り上がりましょうライバルたちに負けたくはない何が何でも頑張りますアイ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 ドル中アイ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 愛されたいよいしょそれではね早いもので、続いてが本日最後の曲となります。じゃあ最後の曲は、一回ずつなります、はい、はい。はい、それでは最後の曲はいつもの私たちの定番のあの曲で締めたいと思います。それでは聴いてください。フェリー。私から離れてくるルビーがフェリー色沈む太陽の影になっている金の羽が浮かんだ海を分ける波の奇跡がゆっくり君への思いを引きずってく都会の暮らしはやっぱり好きになれたいでため息つきながら言っていたのに静かなふるさとで少し休んで君が戻ってしまうんだね長い髪を束ねたから優しい言葉で引き止めるように目を細めて見送ろう
覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれでは今から撮っていきたいと思います。それってその1で OK？ YouTube この間撮ります。待って、うちのマネージャー事務所 NG だからです一応ね、遅刻可能性 NG だからそうだね。じゃあちょっとガチで YouTube を撮っていくのでめっちゃ見える。やばいね。ももちゃんとおきちゃんがいる間にアップできるように頑張ります。すごいじゃん、ゆきりかのさ、スマホスタンドさ、公式と、公式よりすごいじゃん。大差ないの。
それでいけるかな、準備中。これぐらい床がもうちょっとこうなりますか。あ、ナイス。あ、もう時間、え、無理少々時間をね、いただきます。ちょっと下げる、それか。ももちゃん、いつぶりこれするの。え、できるか、こういうのこうやって下げると思ったけど、ちょっと先生、そうだよね、可愛いんですけど体は覚えてるので、そうだね。でも今でも結構ライブでもね、こうやってしてくれる人がいるとか、私あの、オーディションの時に、うん、あの勝手に四国観光大使の前座で出たことがあるんですよ、うん、オーディションの時に、うん、あ、前座あるよ。あ、前座モードみたいなやつがあって、うん、でそこにあの前座でやった後に、うん、その先輩方のライブを後ろで見てたんですけど、その時みほりんさんが先生でやってました。めっちゃ覚えてますから、はい、今回はそうだ、ね、インコ先生とみほりん先生の役割分担があったもんね、はい、そうそうそう。今日は代わりにもも先生が、もも先生みほ先生はもう大人指導だったからね。大人指導結構ね、メンバーによってね全然違ったよね。ちょっとコンプラだったもん。あ、そうなんですか。今から夜のみほ先生の指導ですみたいな。本当に？やばい、田中みほに怒られる。あ、じゃあちょっと指示参りますか。うん、あ、一歩、もも先生以外一歩後ろで。はい。で、まひなとおきちゃんの間ちょっと開ける。開け、ももちゃんちょっとそこに入る。まひちゃん映ってない。ももちゃんこっち。オッケー、あずみ一歩こっち。で、おきちゃんとまひなそっち。オッケー、もうそこからなるべく顔は動かないでください。これ全員映ってます。はい、はーい、ありがとう。これ回ってますか、もう回した方がいい。じゃあ、はい、今から夢をガラスウィンの中にのサビの皆さんが、ファンの皆さんが踊ってくださる振りをもも先生が教えていきたいと思います。では、サビ前のチャ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 ンって音で胸の前にペンライトを用意します。はい、はい、したら、左手が、あ、間違えました、はい、右手が上で、私たちは反転で踊るんですけど、右手が上で、あの、左あれ右手です。あ、あ、そういうこと。はい、ファンの皆さんは右手が上で、あの、車のワイパーのように動かして、チャ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 ン。夢をガラス瓶に入れて、海に流せば叶うかな。あれ波かな。波が4回か。はい、これを1回まず8回して、はいはい、4回かな、4、ワイパーを4回。あ、すいません、ちょっと取り直してもいいですか。はい、4回でした、すいません。はい、はい、それでは今から夢をガラス瓶の中にのサビのファンの皆さんが踊ってくださる振りを、私たち四国観光大使が教えていきたいと思います。イエーイ。もも先生、それではサビ前のチャ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 ンで胸の前にペンライトを構えます。それで車のワイパーのように右手が上で、こういう風にこれをチャ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 ン。夢をガラス瓶に入れて、海にね、4回したら次は波を4回します。はい、波、チャ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 ン。夢をガラス瓶に入れて、海に流せば叶うかな。3、4。じゃあ次はリズムに乗って胸の前でチャン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 ってしていきます。はい、叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように。そしたらまた胸の前にペンライトを用意して繰り返します。波が少しずつ運んで、地球一周できるかも。で、その後は前に一周しながらギャルの伸ばし棒、ギャルの伸ばし棒でよく言ってたんですけど、ギャルの伸ばし棒、自分の伸ばしを自分に向けて一周して、ヒューで、もう一回次自分に戻して、
2回あれをしていきます。はい、はい、スカーちゃん、んどこでしたっけ。願いの強さとは巡り巡った距離で、この後もリズムになって、遠いあの頃の純粋な気持ち、最後は前にもいっぱい目いっぱいフリフリしてください。はい、それではみんなでカウントでまず踊っていきたいと思います。はい、はい、チャ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 、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな、いつかちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球に一周できるかも。願いの強さとは輝くになる、ただ
すごいね、私は四国に兼任しても4年ぐらいは経つんですけども、マイカーとは違ったやっぱりメンバーですごい雰囲気は全く違うんですけど、私にとってはどっちも大切なユニットでしたし、最後にこうして四国のみんなと、ショールーム企画ができてすごい楽しかったです。四国観光大使になったということで、うん、これからはもっともっと自信を持って四国をPR していってください。私はもうすごいあの応援してますので、たまに遊びに行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。もーちゃんどうでしたか？はい、私は加入前から勝手に四国観光大使の皆さんをたくさん見てて、加入できたら絶対このユニットに入りたいって思っていたので、あの入ることができて、そしてもう今本当にこのユニットに入って入れたことが良かったなってこの4年間ですごく思ってて、もうこのなんか温かい雰囲気感がすごく居やすくて安心できて、すごい、ね、楽しいユニット活動ができましたし、大好きな四国の PR もみんなでできることができて楽しかったです。これからも四国を私もいっぱい行ったりして、あのいろんな人に四国を知ってもらいたいなと思いますし、みんなのことずっとずっと応援しながら、はい応援しながら、もう本当に私も呼んでください、ぜひ来ますので。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではね、ちょっと実は2人に渡したいものがあるので、え、なのでお、あ、手伝ってください。泣いてる、まきちゃんが泣いてる。嬉しい。2人で食べる、食べる、ありがとう。え、なんだろう、え、本当に分かんなくて、なんだと思いますか？え、知ってるの？え、知ってるの？知らないです。サーモン来たら怖いんだ。まあ顔が分からなければ大丈夫。
いです。はい、もう大丈夫ですよ。はい、じゃあここね、どれだ、これ大丈夫だよ、これ、あ、ありがとう。ここに置物が来て、はい、こんな感じで、はあ、本当に感謝です、ありがとう、楽しかった、これからも頑張ります。ひろふみ名古屋ありがとう。ひろふみ勝手四国観光大使の講演曲、名曲多いね、最高だった、ありがとう、いい曲、久々の曲もやりましたね。ウィンディーマイ坂井四国観光大使就任おめでとう、歴史的快挙、周年記念ツアーやろう、やりたい、マジ8人でタカ最高仲間でした、ありがとう、こちらこそありがとう、はじめだよ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとう、ゆきちゃんありがとう、セブンありがとう、埼玉のおいたんありがとう、1位はくまさん、楽しいイベントでした、観光大使郷土愛の STU らしくて大好きです、ハッピーバースデー、 ありがとう、そうだった、自分の誕生日のことなど忘れていました、はい、はい、というわけで皆さん、今日は勝手に四国観光大使の公演配信いかがでしたでしょうか、楽しんでいただけたら嬉しいです、ありがとうございました。この後はお誕生日10時か11時ぐらいから年越し配信をしようと思うので、また見てくれると嬉しいです。
よろしくお願いします。ありがとうございました。それではバイバーイ。ありがとうございます。あ、私が福田はって言ったら下打ちって言ってください。お見事、福田は下打ち。サンダルメシは飲んで決まり。香川県出身なくちゃんこと福田がいでした。それではまた後ほど、バイバーイ。ありがとう。今日の配信は多分